ハロルド・フレデリック・ピトケアンはアメリカ合衆国の発明家、航空先駆者。彼はオートジャイロの開発におけるキーパーソンであり、オートジャイロカンパニーを呼ぶアメリカを設立した。彼は回転翼機に関するいくつかの革新的特許を取得した。ピトケアンは1897年6月20日にペンシルベニア州ブライン、アタインで生まれた。ピトケアンは カーティスエアロプレーンモーターカンパニーに見習いとして入社、航空機開発に関わり始めた。1916年にニューポートニューズのカーティスフライングスクールに入校した。ピトケアンはピトケアンアビエーションとピトケアンエアクラフトカンパニーを設立し、郵便服用機やオートジャイロを製造した。彼はアメリカ合衆国における フアンデラ・シエルバの特許使用権を1929年に30万ドルで購入した。彼はオートジャイロ開発の功績で1930年にコリアートロフィーを受賞した。フーバー大統領は1931年にホワイトハウスの芝生においてピトケアンにトロフィーを授与した。ピトケアン PCA-2 はホワイトハウスに着陸した最初の航空機であった。 1960年4月24日、ピトケアンは、兄弟の誕生日を祝うパーティーの直後、フィラデルフィアの自宅で自殺した。より同情的なソースと、警察の調書では、死が偶発的で不完全なサベージモデル1907、自動拳銃によるものであったと伝える。ピトケアンは1995年に、国立航空栄誉の殿堂入りした。 彼の死から17年後の1977年、合衆国最高裁判所は、軍の回転翼機により用いられる回転翼機操縦特許に関して、アメリカ政府に対して、ピトケ案に3200万ドルを支払うよう判決を下した。ありがとうございます。